タケモチセカンドです。今日は韓国のコンビニで買った冷やして食べるパン食べたいと思います。塩投げ中ギじゃ冷たくして楽しもうみたいな感じですね。こっちがパイナップルそぼろパンで、こっちがねピーチクリームパンですね。どっちもこんな感じで美味しそうです。じゃあまずボクスンはピーチクリームパンから食べてみます。ちょっとパンがピンク色っぽいですね。割ってみます。ピーチのジャムしっかりと、なんだこの白いのは、なんか冷やしたから硬くなってるけど、これ硬いのでいいのかな。しかもパン生地がめっちゃピンク、見た目可愛いですね。ちょっとトロピカルな感じで。いただきます。あ、なるほどね。冷やしてる理由分かった。これなんかね、このね、白いクリームが最初硬って思ったんですけど、言い方悪いけど、バターみたいな食感。でもバターみたいにねっとり脂っこい感じじゃなくって、冷たくてね、ひんやりするクリーム、固めの、みたいな感じかな。で、そこにね、甘酸っぱい桃のジャムが挟まって、結構美味しいです。ただね、パン生地が美味しくない。これはね、仕方ないと思う。冷やしちゃうとこうなると思う。桃の粒が大きいから結構ね、噛んだ瞬間にちょっとねコリッとした食感もあります。あ、このクリームがね、結構本当に暑い日にね、この冷たいクリームのパン食べたら結構いいかも。クリームはね、好き嫌い分かれそうかな。じゃあ次、このパイナップルのそぼろパン、韓国ではお決まりのこのちょっとボコボコっとしたねそぼろパンに、多分パイナップルクリームを挟んだ感じ。普通にいつものそぼろパンです。ボコボコっとしてます。こっちもパン生地が惜しいなちょっとボソッとしてるかな。これ中一緒じゃん。いや、こっちはね、一応パイナップルが挟まってるからし、パイナップルのね、食感もあるんですけど、クリーム自体が似てますね。ちょっとなんていう、アイスのさっきみたいなバターっぽい生クリーム。さっきの冷たいバターの生クリームにパイナップルジャム挟んだ感じ。こっちのボクスワの方が美味しい。ね、中の冷たいクリームは一緒だったんですけど、パイナップルの方はね、ピーチみたいに桃のジャムがドロッと入ってる感じじゃなくって、この冷たいバターのクリームみたいなの中に、パイナップルの粒がちょこちょこ入ってる感じでしたね。なんかね、このボクスワは桃のやつの方が、なんか桃の粒も大きいし、ジャムもしっかり入ってるし、ちょっと冷たいもの食べたいけど、パンも食べたいって時にはいいやつかなって思います。ただ私はあんまりリピしないかもしれない。あ、でもまあ、なんか面白い商品だなと思いました。冷たい感じで。まあ、よかったら気になる方、買ってみてください。以上、韓国の冷たく食べるパンでした。